はい、酒好きな、俺のき、えーき、えー、飲酒動画。あ、すげえ、久々。久々すぎて、舌が回らないんだけど。酒好きな俺のね、飲酒動画。今回は、こちらです。チューハイの生姜レモン。極上レモンサワーの生姜レモンですね。宝焼酎。厳選宝焼酎がうまさの秘訣。爽やかなレモンにピリッと生姜の刺激。プリン体ゼロ、甘味料ゼロ、高知産生姜&皮ごとレモンペースト使用。レモン果汁が2%で、生姜汁が0.2%。で、アルコール度数が6%となっております。繁盛店がこだわる、レモンサワーの味わいを参考に、樽貯蔵熟成酒をブレ、えー、厳選してブレンドした宝焼酎とこだわりのレモンを使用した、一クラス上のレモンサワー。生姜レモンはおろし生姜の刺激と皮ごとレモンペーストの苦味と酸味が楽しめる爽やかな味わい。原材料名がレモンと生姜とレモンエキスと、焼酎各国内製造と糖類と酸味料と香料。です。久々ですね、この極上レモンサワーのシリーズが。あ、新しいシリーズ。まあ、あれなんでしょうね。冬だから生姜で温まろうみたいな感じですかね。もうめちゃくちゃ寒くてさ、もう俺の部屋10度ぐらいなんだけど、昨日我慢ならんでもう、電気代がさ、もったいないからさ、エアコンつけなかったんだけど、もう我慢ならんで、もう寒すぎて、もう手がさ、冷え性でさ、足もさ、めちゃくちゃ冷えて、もうダメだと思って、仕方なく、18度設定でエアコンつけました。それでは皆さん、乾杯。あ！あ、うまい。あ、美味しい。甘さがね、ちょこっと甘いっていうか、生姜レモン。だから、ほとんど甘みがないですね。ほとんどってこともないか。むしろなんか甘さよりなんか酸っぱさ。なんか、酸っぱさとちょっとしょっぱいような何か。なんか風味がありますね。ちょこっと甘い。甘いというか、甘いのかな。ほとんどレモンの酸味ですね。ほぼほぼ砂糖は入ってないと言えるでしょう。多分。こちらが、11月の20日に新発売したやつですね。あ、美味しい。極上レモンサワーは、焼酎とレモンの美味しさを追求したすっきり甘くない、こだわりのレモンサワーです。ベースアルコールは、深い味わいの、樽貯蔵熟成酒と、レモンの香気成分を含むレモンサワー用焼酎をフレーバーに応じて適切なバランスでブレンドした厳選宝焼酎を使用しています。またレモンにもこだわり、果汁はもちろんのこと、果実から香気成分や旨味成分を抽出したレモンエキスなどを使用することで本格的な果実感を実現しています。さらに甘味料ゼロでプリン体ゼロ。健康意識の高いお客様でも最適です。まあ、ぶっちゃけた話、健康意識が高いお客様はそもそも酒飲まないんです。まあ、酒飲まないんです。
今回新発売する生姜レモンは皮まで丸ごと使用したレモンペーストと、高知産おろし生姜によりレモンの爽やかさと皮由来のほろ苦さ、生姜のピリッとした、刺激のある味わいを お楽しみいただけます。さらにベースをアルコールに使用した厳選タルチョゾー、ちゃう間違えた、厳選宝焼酎が爽やかなレモンの味わいを引き立てます。近年東京を起点に全国的にレモンサワーが注目を集めており、ほう、繁盛店では店ごとに看板となる、こだわりのレモンサワーを取り揃えており、レモンサワーブームが、全国に拡大してます。だってはぁ、マジでほほー、あれですかね、ハイボールが今までほらブームだったでしょ、もうそれに変わってレモンサワーブームか。いいね。いや、ハイボールもうまいんだけど、いや、ぶっちゃけレモンサワーはやっぱうまいでしょ。それよりかうまいでしょ、個人的に。個人的にはレモンサワーの方が絶対うまいんですよ。うん。特に、生のレモン。レモンって割と安いじゃん。3個か。3個ぐらいで100円でしょ？ライムに比べて3倍ぐらい安いんですよ。だから、もう、自分でこう、ギューって絞って、それを入れて、焼酎入れて、ソーダで割って、まあ、自作結構簡単にできるじゃないですか。うん。美味しいよね。なるほど。そっか、レモンサワーブームか。知らなかったな。ほぼほぼ居酒屋なんて行かねえからな。わからんかった。ようやく俺のあれに、味覚に時代が追いついたか。こうした流れを背景に当社では、焼酎とレモンにとことんこだわった宝極上レモンサワーを、今年3月から発売しており、今回の生姜レモンで、5アイテムとなります。今回、生姜レモン新発売し、当社の強みである焼酎を活かしたレモンサワーの美味しさを、複数の異なるレモンサワーの味わいや選ぶ楽しさ、気分、シーンによって飲み分けるなど、新しい価値をご提供することで、市場のさらなる活性化に努めてまいります。ここであれよ。俺が長年推している宝の、缶中杯レモンとか。あれはもううまいだろ。缶中杯レモン高いんだけど、350の缶で200円ぐらいするんですよ。高いんだけど、うまいだろ。ようやく俺の味覚に追いついてきたか。はぁ、なるほどね。ああ。そっかそっか、個人的に嬉しいですね。ああ。ぶっちゃけ今までほら、居酒屋だったら、角ハイボールとか抜かすでしょ、みんな。角のハイボールだ、どうたらこうたらとか言ってさ、まあ、くっそまずい、まあ、くそまずいってこともないか。ストレートで飲んだらくっそまずい、角のね、角瓶をね、まあ、ハイボールにすると割と美味しいんだけどな、確かに。でも個人的にやっぱり焼酎のね、まあレモン焼酎とかは本当に大好きなんで、まあこれを機会に皆さんはね、俺が一押しの缶中杯レモンというむちゃくちゃうまい宝酒造のね、昔から売ってるね、缶中杯レモンをね、まあ、ぜひ、高いですけど、ちょっと飲んでみてください。非常に美味しいんで。うん。あとは、俺、個人的におすすめするのは、やっぱり、宝焼酎の、宝の、やばい。
ボケてきた。あ、焼酎ハイボールね。焼酎ハイボールのレモンが非常に美味しいです。ほぼどこにでも売ってる、中ハイの、焼酎ハイボールのレモン味ですね。ドライ味は個人的にまずくなったんで、あれはもう買わなくていいんですけど。これもすごい美味しい。これは、非常に美味しいですね。マジで。ひいきとかじゃなく、この生姜、ちゃう、このさ、このシリーズ、レモンサワー、極上レモンサワーシリーズ、多分5つぐらい全部飲んできたとは思うんだけど、まあ、割とまずかったりするのあんだよな。割とっていうか、まあ、レビューしてて、俺はもともと宝焼酎がすごい大好きで、宝酒造がね、好きで、まあ、ほんと昔から飲んでるんですけど。まあ、基本的にやっぱ焼酎って言ったら、宝酒造っていう、俺の中の、まあ、答えがもう出てるんで。まあ、でもね、まあ、これは美味しいですよ、確かに。これは文句なく美味しい。問題ない。やっぱ生姜の風味っていうのが、しっかり感じられますね。で、それでまたレモンとちょっと合うんだよな、これな。生姜とな。こう、ちょっとジンジャーエールとはちょっと違う。ちょっとしょっぱめ、しょっぱいのか酸っぱいのか、っていうね、感じの非常に美味しい。あと俺が勧めるっつったらやっぱり宝の樽熟成ハイボールのレモンかな。レモンとあと自家搾りっていうチューハイのねレモン味が美味しいです。あとはまあ、さらに言うとネオ酒場サワーっていう宝酒造の。もうほぼほぼ売ってねえんだけどな。これの塩レモンサワーがもうめちゃくちゃうまいって。やっぱね、塩とレモンってめちゃくちゃ合うんだよ、あれ。酒に。ほら、カクテルでもあるでしょ。ここの縁をさ、塩でさ、塩ここにこうくっつけて、まあ、スノースタイルっていう、やり方ですけど、カクテルだとね。あれでもブルドッグとかさ。もうブルドッグ大好きな人間だから、俺。ブルドッグってやつね。あれはグレープフルーツか。あれはグレープフルーツだったな、そういえば。でもグレープフルーツのチューハイもね、やっぱうまいですよ。ブルドッグはあれですよね。あれ、ウォッカだったよな。ウォッカと、グレープフルーツチューハイ。グレープフルーツの 100% ジュース。だよね。ウォッカをこんぐらい入れて、で、100% のグレープフルーツジュースとこんぐらい入れる。と、で、混ぜて、ここに、本来はここに、塩。つける。こうやって、もう最初からこうやってつける。ぶっちゃけ俺めんどくせえから、もう塩をここにバーって入れるんですよ。もう、そこの縁につけるんじゃなくて、もうめんどくせえから、スノースタイルがめんどくせえから、もうここにダイレクトに入れて飲むんですけど、非常に美味しい。あ、ごめん。あ、ブルドッグじゃなかった。ソルティードッグだった。いや、恥ずかしいね。ソルティードッグでしたね。塩を振らない、振るっていうか、塩がないタイプが、ブルドッグですね。ソルティードッグでした。ごめんなさい。ソルティードッグはめちゃくちゃうまいです。間違いなく。
まあ、やっぱり、宝酒造は、本当にレモンチューハイが、たくさんあるんですけど、美味しいです。全部美味しいですね。全部間違いなくうまい。ほぼほぼ、まあ、全部間違いなくうまいな。美味しかった。これは美味しかったね。甘みはそんなないです。香り。これ美味しい。これは万人におすすめできる商品ですね。3244です。ご視聴ありがとうございました。